さあ、始まりました。ムチェチャンネルです。さあ、今回は、はい。はい、大橋です。はい。大橋にやってきてもらいました。大橋の成績開示行ってみたいと思いますけども、はい、いっぱい来てましたね。2点するなんてバカな、みたいな、ね。ああ、そうですね。コメント欄は見たんですけど、この成績で舐めてるとか言われる。そうそうそう。共通テストの見て、それだったら文系で高いとこ狙えばいいのにとか、文系で国立狙えばいいのにっていう。そうです。あと、利点する理由が意味わからんみたいなのも来てたんで。まあそうだね。兄が理系なので、コンプレックスで、みたいな。そう、今度ちゃんとそれで話そうかもしれない。ちゃんと論理的というか、まあ、理的なの俺出したけどね。文系をバカにする理系はバカだみたいな、そうそう動画出したけどね。さて、まあまあまあいいとして。はい、だってさ、普通にマーチ合格してるのにさ、まあ、そんなの普通の人からすれば羨ましくてしょうがないのにさ。ちなみにマーチ受かったのは1箇所じゃないでしょ。だって受かったの2校ですね。2校受かったのが、言っていい？いいんじゃないですか。法政と中央に受かった、ね、そうそう。まあでも下の2つですけどね。上下とか言うな。いや、すいません、法政も中央難しい。もうなんかみんな結構言う、もうツイッターとか見たらみんな言うんで、そういうふうに。それみんなじゃないから。みんなじゃない。ツイッターに出ているものを全てと思うのでない。あと YouTube の一部のそういう人。そうそうそう。そうだったら絶対法政中央行くもんね。もうせっかく受かったのに行かずに浪人を選んで理系のね、国立行くって。なのに、あ、模試は受けてないさ。いや、模試でも。まだ受けれるレベルじゃないですか。そういう人がダメな典型例だから、受験生の。今受けても多分5点とかなんで、今5点だったら5点で取ってくれいいじゃん。そうじゃないよ。まずはやるだけやるんだよ。挑戦するってことが大事なのでだから、そうやって逃げてるとかなり危険。いろんな人見てきてるけど、わ、はい、かるよ。もしでまだこの力ないって、はい、なるの。俺だって途中退出してたもん、世界史わかんないっつって。でもね、そうそうそう、目を背けちゃいけないんで、はい、ちなみに言っていいの？受かったマーチ学部、マーチの学部は両方ともでも同じなんで。じゃあ俺はわかるけどさ、はい、視聴者知らない方がいいの？やっぱ仮面浪人してるから。いや、まあでももうバレるんじゃないですか。バレるんじゃないですかね。ネットでもバレてると。まあ、いや、じゃあ文学部ですね。そう、はい、はい、だ、法政の文と中の文ですね、はい、受かっていたのは、はい、でダメだったの。学習院はどこ受けたの？学習院僕一緒の文です。文なんだ、はい、学習院がダメだったんだ ね、 確かにですね。じゃあ文学部だったわけで、はい、文学部で文系のコンプレックスとかなんでだよって思うけどさ。土文系ってことも自分で分かってたんで、うん、本読むももちろん好きだったし、うん、経済とかは気にならなくて。よく分かんないんだけどね。まあいいや、それで、なんで学習院がダメだったんだね。まあ、法政は強手利用なんですよ。ああ、なるほどね。実力なかった、ボロボロで。なるほどね。じゃあ法政も、中央も強手利用。中央だけ普通に。ああ、普通にやったんだ。はい。学習院は基礎力が大事ですから。そうそう、はい、じゃあ、見てみましょう。学習院から最初。はい、あ、その後で都立大も見ますんで。はい、出た、受かろう。これ何点満点なの？150、150、100かな。調整後の点数が 220.40 で、合格最低点が227。7点及ばなかったということで。はい、国語が 69.40、はい。英語が 97.20。英語が高め。世界史 53.80。英語はまあそうです。自分文法問題ダメで、うん、長文でなんとか乗り切るみたいな感じですね。まあちょっと何点満点なのかわからない。何とも言えないですけど、ちゃんと情報送ってください。という感じで、意外でしたね。中央法政行けても学習院はダメとかいうことがやっぱあるんですね。そうそう、はい、世界史がダメやったんですよね。うんうん、全然。それがやっぱ大きいかなって。なるほどね。では、都立大ですよ。都立大ですか。国立の方の。成績開示。前期。こっち法学部なんかい？そうっす。あ、文なくて。そんな理由でって。あと2教科なんです。他の学部だと英語いるんで、ここが2教科でっていう。はい。共通テストのまず、換算が、国語168、はい、英語が 276.50。この換算は何？250点と50点みたいな感じだったと思うんですけど。ああ、なるほどね、はい。リスニングの方が50点なわけね。それの換算で、世界史 B が 156.00、はい。これ倍になるってこと。なるほど。そうすると、共通テスト合計が 600.50、はい。で、2次。何点満点か分かんないと何分でも言えないけど。これ150。両方150です。ここ83.00。世界史 79.50、はい。調査書、はい、6。あります。こ調査書は10点満点なんで、5段階評価だと3みたいな感じです。ああ、なるほどね。はい、で、合計 168.50。で、これ足すと 769.00 ということで。あれは出てないの？最低点。最低点 774.5 なんで、5.5 点です、確か。なるほど。惜しかった。
ってことだね。惜しいんですかね、五点単位。問題見てないから何とも言えないでしょ。英語がないから2時に。五点でも全然大差とか言える。1点にどれだけの人がいるかによるんでね。もう早稲田とかだったら、社学とかだったら1点にめちゃめちゃいるからさ。あれだけど、都立大で何人いるのかわからんから。東京メトロポリタンユニバーシティマイページ全部全角だからめちゃめちゃそうスマホこうなるんですよ。スクショしといてください。はい、都立大にリベンジとかはないって、本当に理系にするのかってとこだよ。都立大理系も最悪。都立大絶対、都立大理系めちゃめちゃ難しいんで、絶対文系より難しいんで、きついし、共通テストで乗り切れる理系のところもやっぱなくはないから、うんね、理系の勉強進んでるの？理系の勉強は、はい、なんとか時間図書館とか行ってやってるんですけど、やっぱなかなか、うん、社会みたいに教科書読んですぐ問題集なかなかできないから、ね、今とかってやっぱそこが大変です、ね。物理科学やってる。やってます、ね、両方とも、はい。数学も？数学も最近ちょっとずつ、まあ、1、2、D なんですけど、うん、よく言われるめっちゃ基礎からやり直すみたいな感じで。うん、何の参考書数学は？文系の数学赤っていう河合出版のやつなんですけど、うん、基礎もみたいな感じでやってて、うん、自分のレベルを低い。うん、と思ってやるっていう。それこそ共通テストもし受けな。お金がだってお金がちょっとってお金高い高いじゃないですか今結構8000とかする。ああ、バカな。そんなこと言ってらんないと思いますけどね今。そうですね。難しいだって理系やんなきゃいけないわけでだってバカな。そんなこと言ってらんないと思いますけどね今。そうですね。難しいだって。理系やんなきゃいけないわけで、だって国立目指すんでしょ、はい、情報もやんなきゃいけないわけで。情報は大学入るまでに一周は読んだんですけど、うん、と問題って知識だけはあるみたいな。じゃあまさにもし受けておけばいいのにもったいない。夏場はちょっと実家に帰省とかして、まあ、親にお金とか面白いとかもらえればいいんですけど。バイトもしてるのにね。そうですね。なかなかこう時間ね、大学行きながら吹かれんのかっていうね、そこが問題だと思いますけど一番。まあ大体6時5時ぐらいまで学校あって、バイトの駅とかやったら10時まで図書館空いてるんで大学の、うん、そこで9時半ぐらいまでやって。うん、追いつけるのかどうか。これ途中で分店とかないでしょうね。さすがに。それって多分もう今の大学も全然十分いいとこで、別に大学が嫌いなんじゃなくて、ただ単に理系にちょっと憧れがあるだけなんで、別にダメやったら今のところでも全然。マーチの理系とかは？いや、行くんだったら国立、親になってもう1年プラスなっちゃうから、それやったら今のところで十分。将来これやりたいからとかないわけでしょ？私立理系だともっとお金高くなるじゃないですか。これ以上さ、その親に言いづらいなっていうのが。私立理系に、まあね、それとまあ確かにマーチでだったらそのままね、大学内で理系ね、転部って言って、それで行けちゃうし。せっかくその受験するなんてやっぱ国立に行った方がお金もありますし、やっぱ自分としても。国立文系はないわけ。選択肢としてる。国立文系はちょっと今のところは。いやもう文系はもう正直ちょっといいかなっていう。もうちょっと。いやでもダメだったら文学部卒業になるわけでしょ。そう、社会もうちょっとやりたくないし。理由がまた叩かれれば社会やりたくないしじゃないよ。いやまあというかもうだってやんなきゃいけないじゃん。国立理系でも国立だから社会やんなきゃいけないじゃん。もうあの私立の細かいゴリゴリした世界史とかもう嫌やなっていう。なるほどね。まあ、わかりませんが。はい、でも、抑えとしてはさ、私立の理系も受けるわけ？抑え。いや、もう。もう一発で。そう、前期後期ですね、多分。はあ、仮面浪人生とか受験してるだけのただの大学生みたいな感じ。なるほどね。はい。わかりました。じゃあ、ぜひ皆さんのご意見をお聞かせください。じゃあ、今後受けていきますんで、応援していただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.